今日は日本のインスタントラーメンを初めて食べてみるで。What's going on, 日本？リクエで。実は私は日本に来てもう十何年ぐらいも経ってんけど、一度も日本のインスタントラーメンを食べたことないんやで。もったいない。ラッキーなことで、この間イオンで買い物しに行った時に、年も年っていうこともあるんやねんけど、健康食品コーナーところにちょっと見に行ったら、なんと、こちらのビーガン向けのインスタントラーメンが売ってあります。担々麺味とスーラータンメンっていう味なんですね。No meat, no fish, no egg, no milk, no MSG, no alcohol。このマレーシア出身の私でも、まあ、安心して食べられるということで、まあ、買ってみました。でもリクさん、初めてのインスタントラーメンやったらなんで味噌味とか醤油味にせへんの？辛いのが好きだから。ということでですね、今日は自由が丘ティースレストランのビーガンヌードル担々麺を食べて皆さんに感想を共有していきたいと思います。では早速見ていきましょう。レッツゴでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。うまっやばちょっとスープいただきます。うんま、なんていうかな、まあ、もちろん辛さもあるんだけど、なんか濃厚だね。最後に入れたあの液体スープのやつが、あれがすっごくスープを濃厚してくれるような感じがします。なんていうかな、時間かけて作ったラーメンの味がするっていう感じがしました。すげえ。これ枝豆も入ってます。で、これは何やろ、これは多分ほうれん草かな。これチンゲン菜やったわ。ほうれん草ちゃうわ。これチンゲン菜って書いてある。これがひき肉っぽいやつですね。ひき肉っぽいやつが、うん、豆腐からできているっぽいんですけど、大豆ミート。まあまあ、食感もいい感じの食感で、こうもちもちしてて、すごくいいですね。なんていうかな、豆っぽい味ですね。この担々麺っていうのが、私も初めて食べてみたんだけど、まあ、ピーナッツバターの雰囲気もちょっと残ってるって感じがするな。麺もあれだな、上品の味の麺ですよね。あの安いインスタント麺のあの麺の味はしなかったんですよ。あの粉っぽい感もなくてですね、そうめん乾燥のそうめんっぽいの麺の味がしました。何よりもスープがうまいわ。これうまっ。上品の味しております。では担々麺、実際に食べた人から見たらですね、どんな味かを食べてもらいたいなと思います。お願いします。
どう、担々麺の味と近い？近いです。ピーナッツの風味を感じるんだけど、うん、食べた時に、うん、それが正解なの、担々麺として。担々麺食べたことないから比較できんけど。私もそんなにないよ。マジか。チキンが美味しい。お、どうして？ちょ、食いすぎやん。もう、うん、音がない。この作ってる時に、粉入れてる時にすごい山椒の匂いがふわってくるんですけど、で食べた瞬間にはですね、あんまり山椒の辛さがクンって鼻にくるかなって想像してたけど、そうでもなくてですね、あの唐辛子の辛さと、あとその豆の甘さが、なんていうかな、その調和してくれるっていうか、あのバランス取ってくれてるんですよね。なんかすごく飲みやすいスープで、大人が好きそうな味がしました。まあ、日本のカップ麺も初めて食べたんやけど、まあ、簡単に言うと、あのインスタントラーメンってこんなにあのレベルを上げられるもんだなっていう感じがしますね。麺以外の観点で評価させてもらうと、すごくなんか外国人受けにも狙っているインスタントラーメンっていうイメージがありますね。まあ、パッケージがおしゃれっていうのもあるんですけど、もうビーガンヌードルスっていうのがもうドンって分かりやすくっていうのが書いてあってですね、でイメージの担々麺どういうものかっていうのも写真があってですね、あの初めて見た人には、あ、なるほど、辛そうななんかラーメンだなっていう感じがしますね。あとここにもですね、担々ヌードルスープっていうのが書いてあるので、まあ、どういうものも日本語わからない人でも分かりやすいこの印象がありました。それ以外ですね、ビーガンでも安心ですよというアピールもちゃんとしておりましてですね、安心して食べられます。あと作り方も案内も丁寧になってますね。先にこれ入れて、2番目これ入れて、3番目4番目っていう順にも書いてあるんですけど、まあ、これも分かりやすく2カ国語表記ですね。英語もちっちゃく書いてありますので、あの外国人にも作りやすいラーメンかなと思います。これを寝かしてる時に、このスープ用の袋をですね、この上に置いて温めてくださいっていうのが、あのこの上に日本語で書いてあるんですけど、まあ、日本語わからない人だったらこの手順を多分もしかして見逃しちゃうっていう、この上に置いてください、温めてくださいっていうのを手順も、あのこのイラストのところにはですね、こう載せて一言書いてくれたら、あのさらに外国人受けには完璧かなと私は個人的に思います。いやー、どうでしたか皆さん。今回ですね、私は初めて日本のインスタントラーメン、カップヌードルっていうものをですね、あの食べてみました。個人的にはね、初めてのものに対してですね、かなり感動を覚えております。パッケージ、作り方、麺の味とスープの味含めてですね、かなり完璧に近いかなって個人的に思いますね。まあお土産としてですね、あの海外に持って行ってもおすすめできる商品かなと私は個人的に思います。ということで今日の紹介はこの辺にしておきます。また会いましょう。以上、リキャットでバイプ。